さあカオリン様のお話、えー、女,女子高生のスカートがリュックの間に挟まっていただからせめて3分だけとかのスパッツを履きなさいよヒヤッとしますね、えー、盗撮とかあるのよ、えー、靴の先にカメラとか、うんえー、目をつけられたら危ないよ うわ昨今の女子たちは上半、上半身の下着がブラウスやシャツや、えー、T シャツからスケールのを嫌がって、えー、真夏の暑い時期でもですね、あのー、ベストやカーディガンなどを着て気にしています。足のストッキングも少ない冬用の靴を履いたり、生足は避けてる、うんえー。真夏なのに我慢して、えー、大変気にしてプロテクトしていますよ、えー。気をつけて危ないことは回避しましょう。冷え 羽生さんのパンツは、羽生さんは男子だからね、心配ないない。うん。ねまあ、昨今、男子もちょっとね、いろいろあるとは思うんですけども、ただ今回、このね、まあ、ことちょっとびっくりしましたね。うん。あの、何があったか、ちょっと昨日コメント見てほしいんですけども、ねちょっと、あのー、そういったことあったんだなと。でも、この女の子、やっぱ女性からね、注意されたというかね、言ってくれたらいいと思うんですけども、 あの男性が注意するのってなかなか難しいですよね。だから僕なんかもしそういう子がいたら、あのそういった変な目で見るんじゃなくて注意したくなります。やっぱりね。危ないよってうん。でも男性が注意するのってなんかなかなかなんかね。言いにくいと思うんで、これどうしましょうかね。うんねえうん。 ゆうのえややさん、よろしくお願いいたします。か、え、ぶ、ー、さん、今日は6月8日は世界海洋日だそうですよ。うん。海の恵みに感謝をする日だそうです。海の近くに住んでいて、海が大好きなかぶさんにぴったりですね。えー、最近は海の温度が上がっていて、魚にも影響があるみたいですね。うん。あと、たまに浜辺にクジラガとかが大量に打ち上げられてするのも不思議ですね。あと、人間も、えー、海から来たらしいですよ。うん。 それから世界一綺麗な海は北大西洋のサルガッソウ海だそうです。サルガッソウ海。うん。エメラルドグリーンの海だそうです。本当ですかえサルガッソウっていうのはちょっとわかんなかったですね。うん。北大西洋のサルガッソウ。へえ。これはどこら辺の地域なんでしょうかねうん。いいですね。まあ、人は海から来た。ね、すべてのもんって海から来たのかなってね、思うんですけどもね。まあ、生物。うん。だから両生類的な生き物が、 あの陸地から海に、海から陸地に上がったらしいですね。うん。でも最初、海から陸地に上がった最初の生物って勇気入りましたね。カブさん、練習お疲れ様ですね。え気分悪くないですかあんまり無理しないほうがいいですよえ。ぬいぐるみたちも並んでみてますよえ。ぼちぼち頑張ってくださいね。うん。あの、今朝もちょっと変な感じですね。まあ、まだ絶好調とはいかない感じです。まあ、あの、 陸上フィギュアに関しても、は、まあ、そんなには影響ないかなと思うんですけど、ただジャンプのちょっと力が入りにくいかな。うん。そうですね。力が入りにくいっていうのがちょっとポイントかもしれませんね。 そして、えー、カボさん、喉の痛みはどうですか喉には蜂蜜とかカリンとかいいそうですよ。ベ、えー、ルギーには、あ、ベルギーはカラカラして飲んで、えー、部屋を加湿すると良そ,そうですね。うん。ね、一応加湿器はね、ないんですけどもね。うん。まあ、カラカラですね。まあ、あのー、蜂蜜はね、本当に昨日は何回も食べてですね、えー、直接ね、えー、舐めてましたね。あ、直接、ね、スプーンでね。うん。はい。カリンっていうのは、カリンっていうのはないですね、こっちね。そういえばね。 うん、あの喉の,の,の痛みっていうのは少し良くなったんですが、逆に咳が出始めて、痰が出,出ますね、今日はね。うん、なので、えー、はいあんまり良くない感じです。そして、ゆうのやさんも言ったです。かぶさん、雲に興奮するんですね。今日はいろんなタイプの雲が出ましたね。でも結局晴れましたね。えー、なかなか雨降ってくれないですね。えー、しぶといですね。 えー、体ひないようにして、あ早く風邪が治るといいですね。うん。今日も夕日はきれですね。そうなんですよね。いや、ほんと日暖房つけましたからね。うん。ちょっとあまりにも寒くて、まあ、風邪ひいてるかっていうのはあるんですけども、まあ、ちょっと、やっぱ寒いかな。うん。今日も寒いですね。もう布団にくるまってます、今ね。うん。なので、なかなかね、ちょっとね、はい、えー、難しいんですけどね。あ、寒,寒すぎるんですけどね。 はい。 えー、そして、よ、え、う、ー、さん、よろしくお願いいたします。カブくん、おはようございます。本日、霧の中、うん、気温12度、19度まで上がる予定だと。うん、もう北海道ど、どっちが先にねああの、気温が上がるかの勝負しましょうね、これね。<laughs> えっと、大豆足す、大豆足す、大豆で笑いました。サビオは、傷用の絆創膏で、えー、口開けを防ぐテープの代わりに使います。えー、鼻の下から顎に向けて縦に貼り、えー、口を開けて、あ開けて、 えー、ふせ寝るのを防ぐ効果がありますよということみたいですね。なるほど。これは使ったことないな、僕は。うん。私は入り始めてから喉が痛いとかなくなりました。本当ですかサビオってちょっと調べてみますね。うん。とにかく大事にしてくださいね。したら、えー、今日も楽しく過ごしてくださいませ。背骨。ちなみに私のいびきは時々クジラ波とのことです。えー、白山ってうそうですね。クジラだ、うん。ねえ。 なるほどですね。うんいびきね、あのー、ジラ並波って結構すす、すごいそうですね。うん。さらかれさん、よろしくお願いいたします。おはようございます。今さは薄曇りです。えー、本日6月8日は、えー、学校の安全確保、えー、安全管理の日です、えー。2001年のこの日に発生した付属池田き出し事件を受けて、大阪府、 えー、教育委員会が2002年に制定しました、うん、この事件では児童8名が犠牲になりました、えー、犯人は2003年8月に死刑判決が下り2004年9月に死刑が執行されました、えー、衝撃的な事件でした、うん、予想最高級24度です、うん、この事件ありましたね犯人全然結局反省しなかったですね、うん、これはスピード死刑,死刑執行ですね 結構ねこの時期にしてはね、うん、8月に死刑判決ってその1年後ですからね,、うん、ね、本当そういった時期ありましたね、そういえばね、これは何だったかな、ねあのー、本当に最初から最後まで反省がなかったと思います。で、この犯人、確か家族問題がそんなに良くなかったのかな、ねかといって人のことをやめるなんてもうもってのほかですからね。うん えー、ピアノに関しては曲によってはペダルを使う曲がありますね。うん弾きながら足も動かすのも慣れずまで大変かもしれません。あありましたね、確かに。うんあれ、ペダルを踏むとなんか開くんでしたっけなんかね。うんなんかあげて響くのかなとかね。うん。無理ですね。いろいろとね。でもオルガンもなんかね、あのー、パタパタさせるときがあった気がしますね、足をね。うん はい。えー、195t さんのよろしくお願いいたします。おはようございます。気温が雨で23.8度、じめじめでちょっと肌寒いです。うん。久しぶりに小さい方のカーペットをつけたら早速ワンコ寝そべっています。寒かったのかなうん。 納豆のお話は出てましたね。大豆だらけの朝食は日本人あるあるですね。えー、豆腐と油揚げの、えー、味噌汁、えー、枝豆、えー、納豆が並んでいても、さほど変ではないけど、全部豆ですね。ほんとですよね。豆腐も豆ですよね。うん、あ、油揚げも豆か。あれ油揚げって何だっけあれ豆あうん。ですよね。もし他のもんでこんなに偏っていたらまずいんでしょうが、大豆はこれくらいでは取りすぎにはなんないんでそうです。へえ。なるほど。 むしろ取った方がいいくらいですね。うん。私はお豆腐、お味噌汁は毎日ではないですが、ときどり食べていますし、夕食時に枝豆と、えー、枝あ納豆と枝豆はよく食べてます。いいですね。日本にね、納豆がの羨ましいな、本当に。うん。 あのないんですよね納豆大好きなんですよ僕、うん、納豆は小粒か引き割りが好きで、えー、あ小粒か引き割りが好きでタレは使わずそのまま食べますえそして少しだけワンコにお酢分けしてますうん。変色のワンコですが納豆を食べるんです ほんと変な子です。うん。えー、余ったタレは一旦冷凍庫,冷蔵庫に保管して、えー、煮物に入れたりとか、野菜にかけたりとか、別の色理に使えます。なるほど。うん。タレ使わないと僕食べ、あ、納豆はあんまり美味しくないですね。うん、納豆ね。まあね。 大豆とは別にミックスビーンズなども食べてるんで豆類全般多いですね。それと、こ、えー、米麹類とかお漬物とかヨーグルトもほぼ食べて、毎日食べてるんで発酵食品も多いです。うん。えー、ね、そうそう、キノコ類も必ず食べてるかな。野菜もね、えー、キノコ類は冷凍することで旨味成分や栄養価を高めることができるんで、へえ、これもちょっと喜びですね。えー、冷凍保存して小分けにして毎日使っています。キノコを冷凍したことないですね、僕ね。 それから、高齢者には、タンパク質も必須なんで、牛乳酒、えー、鶏,肉むな鶏の胸肉ですね、えー、などを入れるようにしています。えー、鶏の胸肉は、あのー、自家製サラダチキンにして食べています。胸、えー、肉はやさ安くてヘルシーなんで助かります。えー、牛,肉はあ牛,牛乳はそのまま飲むか、えー、チーズを作って食べます。うんえー、最近の食生活はこれで回してる感じですごい健康にですね、チーズも作るんですね。 あの野菜足す豆類足す発酵食品足す金類足すアルファえなかなかシステムでお年寄りっぽい構成でしょまあ偏ってるっちゃ偏ってるかなえ全然いいと思いますよすごいですねあの僕はちょっとここまであの結構偏っちゃうことあるのでねうんち牛乳からチーズ作れる作るんですねうんねあんまり食べてないですねヨーグルトはね食べてる食べますけどねただねちょっとか同じもんばっかになっちゃうかな うん。それが、まあ結構あるね、やっぱね。なんかいつも同じもんばっかりとか好きなもんばっかりなっちゃうんで、ちょっと注意したほうがいいですね。うん。はい。えー、空くーさんでよろしくお願いいたします。おはりこさんへ、え横レース失礼いたします。えー、リニアモーター間の話題が出ていましたが、もしかして、愛知高速交通東部 休業線のことでしょうかえこの路線は日本初の次期浮上式鉄道リアルモーターカー、うん、リニアモーターカーの常設実用路線ですね、ということですよ。2027年にリニア中央新幹線が品川から名古屋間の、えー、相模原飯田経由が改良する予定ですが、えー、JR 東海と静岡県知事が対立している案件があり、 工事に遅れが発生し、最低でも三年ほど改良が遅れる見込みのようです。うん、品川から名古屋間を、えー、最速四十分で結ぶ予定となっていますということですね。いいですね。品川から名古屋を三十分で結ぶというのは、これはいいですね。うん、ちょっと遅れているらしいですね。うんはい、あそして、日本よりニュースです。本日、関東甲信地方が梅雨入りしました。うん、ほぼ平年並みの梅雨入りですということですね。 はい、関東甲信梅雨入りということみたいですよ。今日、うん、そして、もう一頭、えー、お天気からすぐお疲れ様でした。6月ですが、この気温では朝と夕方以降はまだ暖房を必要な場面がありますね。さすがに宮城県でも6月に暖房を使,し使用したことはないですねえー。服装も暖かくして体を温めてください。うんね。寒かったですね。で、昨日ね。あの昼前に僕着けましたよ。暖房うん。もう寒くて。 もう風も寒いし、うん、だからもうちょっと、たぶ風邪ひ,ひいてるかってあると思うんですけども、結構寒かったので、すけどつけちゃいましたね。うん